今日もあなたと百姓天国、本日は2022年5月の10日、さあ春人参の除草ですね。はい、こんな感じでね、綺麗にね、今頑張って、研修規模の人と2人でね、除草をやっているところでございます。だいぶこうね、人参っぽくなってきたでしょね。こんな感じですごく綺麗、になってきましたね。一番手がこんな感じですね。まあまたこれもね、もうあと1、2週間したらね、除草に入らんといかんですけどもね。一番手がね、これでおそらく除草しなくてもいいのかなと思うんですけど、どうですかね。本当だったらね、ここでマルチ剥がしたいんですけどね、バーンと逆に言うと、これ以上大きくなるともうマルチ剥がせないんですよね。はい、マルチのこの穴あるじゃないですか。それよりね、もう葉っぱが大きくなってしまいますので、本当言うと、マルチ剥がしたんですけど、今年ね、気温が低いじゃないですか。なのでね、このまんま、結核が多いのでね、マルチ剥がしたらそこ草生えるんですよね。こうやってね、びっちり完全にね、8割9割発芽してたら剥がした方がいいです、マルチね。そしたら、人参の葉っぱがね、こうやって覆って、そんなにね、草心配しなくてもいいですけど、ちょっと結核が多いのと、今年ね、気温がちょっと低いので、マルチ張っといたがまだいいかなって感じですね。今日もね、午後からだいぶ気温上がりましたけど、って感じですね。2回目はね、除草割と簡単なんですよね。こんな感じでね、もうはっきりと人参の方が大きいじゃないですか。なので除草2回目は簡単なんですね。1回目はやっぱりね、大変なんですよね。でも2回目はね、サクサクと割といけます。今からやりますけどね、もうちょっとしたら終わりですから。ようやくね、春人参もね、なんかこう人参らしくなってきて、ここまで来ると嬉しいですよね。はい、ようやくなんか、野菜を作ってるっていう感覚がありますわな。はい、ということで、さあ頑張って除草せんでいかんですけどね、研修希望の人がね、今一生懸命やって、こうね、サクリのやり方を教えて、ね、今こうやってね、サクってもらってますけど、ね、まあ腰つきなどね、体の動かし方などはね、まあまあ、最初は慣れないのでね、サクリってああやってね、簡単そうに見えますけど、実際にこうやって初めてやるとね、意外と難しかったりするんですよね。だからそういうのをね、習得していかなきゃいけないということでね、もしかしたら1年とか2年とかっていう単位でね、一緒に働くかもしれませんけど、さあどうなるんでしょうか。さあ、さあ人参除草しますかということでね、はい、よこらせ、こうやってね、もう発芽してないところはね、そのままズボンでいいわけですけど、こうやってね、こうやってもう人参大きいですからね、本当に分かりやすくていいですよね。これぐらいはまあ本当にね、除草そんなに難しくないですね。ここまで来ればね。よいしょ。よくらせ。隣にね、わさび菜を植え付けました。ちょっとね、苗がね、よろしくないんですけど、やっぱりね、梅土がね、梅土の問題は大きいです、やっぱりね。まあいろいろ考えてますよ。本当にね、冗談じゃなくね、関東まで取りに行こうかなと。それが一番ね、使ってたやつはね、十何年のね、自分が使ってましたからね、その信頼がありますから、いや、まあ1年に1回、半年に1回、ね、関東まで取りに行きますか、ね、2トントラックで。というのを本当に考えてますね。どうしてもね、やっぱりね、いい苗作らないとね、いや、いい野菜はできないのでね、背に腹は変えられないというかね、全く弱ったもんでございます。よいしょ。よいしょ。あ、ちぎっちゃった。人参はね、オーガニックで作るとね、この葉っぱがね、やっぱり香りが全然違うんですよね。あれは何なんですかね。千葉時代もね、周囲でよく観光の方がね、ドーンとね、5タン6タンと普通にね、人参作ってましたけども、
ね、収穫の時に人参の葉っぱっていらないからね、カッティングしてね、機械でガーッとこうやってこれこうやって持ち上げて、ここのね人参のこの首のところで、葉っぱをちぎっちゃってね、自動的に機械でちぎって、キャロベーターっていう機械ですね、はい、あれで持って収穫していくわけですけど、そうするとね人参の葉っぱがこうやってねその畑に残っていくじゃないですか。でやっぱりそのね人参の葉っぱね、匂いとか嗅がしてもらうけど、やっぱり香りが全然違うんですよね。で、あれがやっぱり一番ね、特に春人参はね、うちは葉付きでね、最初4月とか出しますので、やっぱりそこがね、オーガニックの強みというか、意外とね、だから4月、葉っぱを楽しみにね、葉付きで出して、葉っぱをね、皆さん楽しみにしてくれてるお客さんもおらっしゃいますんでね、天ぷらとかね、人参の葉っぱって本当にオーガニックの場合はね、天ぷら、あと細かく刻んだりしてもね、それでこうスープとかパスタの上に散らしてもいいしってことでね、この人参の葉っぱってね、意外とやっぱりこのこれはこれでね重宝するものがあるんですね。もう今季節的にはあれですけども、春人参のね一発目、トンネル栽培でうまくね徒長させずにね育てると柔らかくね育ってね、もう5月とか入ると硬くなってくるのでね、葉っぱ付きだとちょっとね食べるっていうところには至らないんですけど、4月のね最初の方であれば全然大丈夫ですね。よし、習得しました？探り大丈夫ですか？大変？はい、はい、ね、まあ慣れればどうってことはないわけですけどね、まあサクリはね本当にこのオーガニック割とね観光の人はあれ使わないと思いますけどね、意外とね、まあ確かにね管理機で走ってしまえばね楽は楽なんですけどもね、そんなね超大規模じゃないですからね、まあ数ヘクタールぐらいであればねサクリというあれでねもう十分でございますよ。まあどっちでもいいと思いますよね。できるだけね化石燃料を使わないなんてそういうことを言ってるわけじゃないんですけど、やっぱりねなんかこう手でこうねこう操作しながらやるってなんかね割と我が農園をねこだわってやってますけどね、そんな感じでございます。いやこうやってね人参見るとね美しいですよね。ねえ、お前の口から美しいなんて単語が出てきておかしいんじゃねえかっていうね、そういうツッコミが今同時に来たのが分かりますよ。分かりますけどね、こうやって美しいと言いつつね、ちょっと今日は股間を見ればねこのようにちょっともう社会の窓が開いちゃってますけどね、もうチャックが壊れちゃってるんですけどね、これがまあ我が家にとっての、まあ、ニューヨークスタイルということでね、どうでもいい話してますけどこうやってね本当にやっぱりね人参なんかこうやってできてきて作物がね育っていくプロセスをね見るというのはね、やっぱり百姓とすればやっぱりここが醍醐味ですよね。でこうやって手間かけてね一生懸命人参除草してですよ、これでできんかったらね目も当てられんということでね、この久々にね本当にね僕も十何年ぶりぐらいにねこうやって一生懸命除草してね春人参作りましたんで、これね頑張ってね夏出荷していこうと思います。7月8月ぐらいからね販売してきますので、ね、またセット野菜以前買ってきてくれたお客様もそうですし、これからねどんどんね新しくお客さんにいやなってもいいよという方はねどんどん申し込んでください。本当にね買ってくれないとね私やっていけませんのでということで、やっぱこのね、もうちょっとしたら、もうあと1、2時間すると日が落ちますけど、夕日に入るこの春人参ということでね、ね、人参セリ科ですけどもね。はい、以上です。それではまた。